おはようございます。おときゅうです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は自転車を畳むことなく積み込める列車に乗ります。自転車を積み込む人はどうやってホームの中へ入るかと言いますと、ここに見えてます正面の道路から上がって専用のゲートから入るようになります。すでに自転車を積み込む人が集まっていて、ゲートが開くまで慣らし運転をしています。自転車をそのまま積み込める列車の名は BB ベースです。両国は臨時ホーム3番線から出発、週末房総の各方面1カ所へ向かいます。今日は成田線鹿島線方面へ走ります。7時ちょうどに BB ベースが入線してきました。本日は BB ベース佐原鹿島の愛称名で運転されます。この列車は旅行商品専用列車で、2018年1月から運転開始されました。この9月から一般指定席券の販売が始まり、乗車券を購入すれば乗れるようになりました。一般の指定席券で乗車できるのは1、2号車で、自由席はありません。1、2号車に自転車を積み込むときは袋に収納していれば問題ありません。 BB ベース佐原鹿島の運転時刻は両国7時39分発、鹿島神宮10時9分着です。再び改札を出て、旅行会社で申し込んだ方々が、自転車とともに入れるゲートを見に行きました。BB ベース佐原鹿島の停車駅は、東千葉、佐原、潮来、鹿島神宮です。一般指定席券では任意の区間で指定席券を購入できますが、旅行商品で申し込んだ方は、乗車は両国と東千葉に限定、降車は佐原伊園の各駅に限定されています。旅行商品で申し込んだ積み込みの方々は、ここから入っていくんですね。入ったところは3番線につながっていますので、列車に積み込むまで自転車をそのまま押していけばいいわけですね。指定席券とフリー乗車券を持っていますので、先ほどのゲートから入ってもいいですよとお姉さんに言われましたが、自転車の積み込みがない私はやはりこの臨時ホーム3番線の赤い絨毯を通ってホームに上がりたいと思います。3番線に入る前に総武緩和線の1、2番線から3番線を見ています。旅行商品で申し込んだ方は先ほどのゲートから入るとホームをこのように自転車で押して列車まで行きます。はい、それでは3番線の通路を抜けてホームへ上がりたいと思います。この3番線へ上がる通路は普段はシャッターが閉まっていて入れないようになっています。臨時列車が3番線から出る時だけ使われる特別な通路です。はい、上がってきました。この列車が BB ベースです。先週は BB ベース銚子、銚子行きに乗りました。毎回列車の横には列車の愛称名の入った看板が置いてあります。今は曇っていてとても涼しいです。サイクリングをするにはいい気候ではないでしょうか。午後からは日も差し天気が良くなる予報になっています。それでは旅行商品で乗れる車両の自転車の積み方を見てみたいと思います。前回の BB ベース銚子、銚子行きに乗った時には結構空いていたのですが、今日はほぼ満席ですね。自転車は自分が座ったボックス席の背後に止めるようになります。自転車の止め方は柱から金具を引き出し前輪を乗せる形で止まるようになっています。後輪は柱の枠の中に収めればテコの原理で押さえつけられるようになっています。こちらは一般でも取れる普通車指定席になります。こちらはそのまま車内に自転車を積み込むことはできません。このように自転車は袋に入れて積み込むようになります。車内の設備は旅行商品で使っていた頃と変わりませんので、他の車両と同じです。編成は房総の普通列車で使われる 209系6 両編成から改造されました。今日私が取った指定席は2号車です。先週乗った BB ベース銚子は1号車で取りましたので、今日乗る BB ベース佐原鹿島は号車を変えてみました。両国駅3番線から7時39分定刻に発車しました。これから先東千葉、佐原、潮来、鹿島神宮と泊まるわけですが、客扱いをしない、業務上のドアを開けない運転停車が
いくつかあると思います。それらの駅も見ていきたいと思います。両国駅を出てこの小さな橋を渡ると総武快速線へ入っていきます。上り線にまず入ります。そして上り線を少し走るとまた小さな橋が出てきます。この橋を渡ると下り線へ進入します。以後千葉までは総武快速線の下り線を走っていきます。この駅は市川駅です。通過線を持っている駅ですが通過をせず4番線に入りました。7時55分発まで運転停車をして特急の通過待ちです。千葉も7時17分に30秒ほど運転停車しました。ホームは7番線で着発しました。千葉駅7、8、9、10番線はホームの途中から左へ大きくカーブしています。そしてまもなく東千葉に到着します。東千葉は8時21分発まで2分停車します。旅行商品の乗車駅ですが自転車を持ち込んで待っている人はどのぐらいいるでしょうか。ちなみにこの駅の場合自転車は担いで降ろさなければなりません。何人かお乗りになりました。旅行商品の車両は両国を出た段階でほぼいっぱいでしたのでこれで満席です。東千葉を定刻8時21分に発車します。次の客扱いは佐原までありません。桜駅では8時35分発まで1分ほど運転停車します。先週乗った BB ベース銚子は桜駅でも客扱いをします。ここでは運転士さんが交代します。桜を出ると成田線の奥線へ入ります。総武本線の単線としばらく並走した後分岐します。向こうから 334M 千葉行きの各駅停車が来ているのが見えます。成田での運転停車はないようです。見てください、中線の4番線で通過しています。ここは普段貨物列車が通る場所で旅客列車でここを通過できるのは非常に貴重です。当然ホームはありませんしここで通過できたのは鉄道趣味的には最高です。ノーカットで通過シーンをご覧ください。成田を通過して空港支線との単線並列区間を走っています。成田空港から出てきた千葉行き 1438M とすれ違いました。そして京成スカイアクセス線の高架の下をくぐります。すでに成田線本線の部分を走っています。久住駅では9時4分発まで9分運転停車します。鹿島神宮発成田行き 3528M と交換です。下佐高崎駅では9時22分発まで6分運転停車があります。 440M 千葉行きと交換します。この駅は高崎町にありますが毎年3月に高崎酒蔵祭りが行われます。関東で一番大きな酒蔵祭りで開催日は新宿から特急高崎酒蔵祭りが運転されます。東千葉を出てから客扱い最初の駅佐原駅に着きます。旅行商品で申し込んで乗車された方は
この駅から降車が可能となります。改札口付近大変混み合います。乗車券のご準備をお願い申し上げます。たくさんの方が自転車とともに降りてきます。皆さんサイクリング用のいい自転車をお持ちになっています。こんなにたくさん自転車でサイクリングする人がいるんですね。続々と自転車ごと改札の外へ出ていきますね。佐原ではかなりの人がおりました。駅の外では歓迎看板を持って出迎えてくれています。4号車のフリースペースを佐原停車中に少し覗いてみました。お待たせいたしました。発車します。佐原駅を9時40分、定刻に発車しました。旅行商品で申し込まれた方は、半分以上がこの佐原駅で降りました。駅周辺でも観光はできますが、なんといっても水郷つくば国定公園内の水郷の部分を見ていくことが楽しみの一つとなります。香取駅を通過すると、いよいよ成田線と分かれ、鹿島線へ入ります。鹿島線沿線は水郷と言われるだけあって、川や湖など水に絡む景色が非常に綺麗です。列車から見ていても綺麗ですから、サイクリングすればなお綺麗なことでしょう。成田線と別れ少しすると利根川を渡ります。そして日立利根川を渡ると茨城県に入り、潮来に到着します。ほんと水郷という言葉がぴったりな景色ですね。向こうに見えているのが潮来の街です。6月はあやめ祭りで有名です。毎年6月の土日には新宿から特急あやめ祭り号が運転されます。潮来駅では10時ちょうど発まで11分ほど止まります。この駅も旅行商品で申し込まれた方の降車駅となります。停車中、潮来9時54分発 532M 佐原行きが来ました。鹿島線は3月のダイヤ改正で1往復の E217系を除き、すべて E131系2 両編成での運転となりました。この E131系は成田鹿島神宮間で往復しています。その時の動画もアップしていますので、よろしければチャンネルページからご覧ください。鹿島線の駅は全て高架駅ですので、自転車は担いで降ろすようになります。今降ろしている方々は列車の中で出会った方で、沿線の案内をしましたらチャンネル登録をしてくれました。スーツ交通さんの動画をよく見るそうです。 532M が出ていきました。潮来定刻10時ちょうどに出ました。次は終点鹿島神宮です。これから北浦橋梁を渡ります。 BB ベースで渡れるのが楽しみです。国鉄末期まで特急あやめ号が9両編成で走っていましたので、ホームの有効長は長いですね。そ
して成田空港開港の頃はジェット燃料を運ぶタンク車が走っていたため、交換設備も異様に長く取られています。やっと1番線の出発信号機が現れました。そして合流します。終点鹿島神宮に10時9分定刻に到着します。現在鹿島線の列車はすべて2番線を使っています。1番線は鹿島臨海鉄道が使っています。終点の鹿島神宮まで自転車を乗せてきた方はそんなにたくさんはいませんでした。この駅も自転車は担いで降ろすようになります。考えてみたら自転車ごと列車に乗れるというのはすごいことですよね。千葉支社さんも面白い列車を考えました。観光の活性化に一役買っている列車です。今日は佐原や潮来、鹿島神宮方面に走りましたが、総武本線銚子方面や内房線外房線で運転されることもあります。これから気候も良くなりますし、自転車の好きな方は千葉方面に BB ベースへ自転車ごと積み込んでサイクリングに出かけてみてはいかがでしょうか。この列車、夕方上り列車で使うまで鹿島サッカースタジアムに置いとくのではなく、佐原駅3番線で留置されます。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もお願いします。